ちょっと薬の内容を説明してきますね。薬を書くわけ。ドキドキした。これ痛くないですよ。クシクシほらほらほら。薬じゃない。クシクシほら。違ったでしょ。これクシクシだよ。痛くない。そうそう。クシだったね。目薬と同じ系統の抗生剤、抗生物質。ベータグルカンという、私たちが食べるキノコにもベータグルカンが入っているんですけど、これが免疫力を治す力を高めて、あとプロバイオティクス、これはお腹の手に治すんです。これもやっぱり免疫力を高めてくれます。でこれを1日2回、今日の夜から3日分でします。だ目薬も変えておいた方がいいかな。大丈夫です。それは1日2回、ね、2回目薬は洗い出しで始まって、洗い出しやって、それから角膜炎の、この角膜炎用の目薬を2番目、うん、であとは抗生物質は、まあ、どっちの酒でもいいんだけど、まあ、こっち、トブラシン、まあ、軟膏は出しません、多分できないので、ね、はい、液だけ、はい、じゃあいいですね、今じゃあ、ちょっと待ってください、じゃあ、木曜日にね、はい、また来てくださいね。これでいいです。勝手にスピードつけなきゃいけない。ありがとう。